ありがとうございます。今日もまた張り切っていきます。最近何かと閣僚の不祥事が相次いでいますが、やはりここはしっかりと選ぶべきだったのではないでしょうか。なかなか選ばざるを得ない状況なのかもしれませんが、派閥などの垣根を越えて、やはり優秀な閣僚を選ぶというのが大事になってきます。まあ、やはりそれには閣僚の質などやはり問われる部分が多いと思われますが、よく与党は調べ選ぶべきでしょう。やはり週刊誌などの そういうところをついてきます。ですので徹底的に調べることは大切でしょう。ただいい人もたくさんいることは事実です。人材を育成しつつ、しっかりと前向きに選ぶしかありません。どの時代もやはり人材確保が今後大切になってくるでしょう。政治だけでなく、やはり会社もここは同じだと考えられます。
何が大事かはやはりその時々で決まってくるでしょう。何を言っているのか分かりませんが、やはり国内もそうですが海外にもしっかりとしたアピールが必要で、日本人はやはり控えめなんですが、それは感じますが、でも言わなければいけない時は言う、それが大切になってきます。日本も平和そうに見えますが、実は裏で結構防いでいる未然に防ぐということができているから今に至ります。もっと他を見れば変わってくるんでしょうが、話は変わりますが、コカ・コーラのペットボトルの量がいろいろ登場してきています。自分の好きな量を購入して買う、そんな感じでしょう。売れなくなってきてるのかな。それは置いといて、タピオカもなんかあれ利益率かなりいいみたいです。もうそろそろ新しい情報が入ってくるはずです。それまでお待ちください。